Damn.
悪くないですけど。でも見ましたよね、やっぱり。あんな的確な攻撃を見ないでやったんですか。
Thank you.
ーちゃん、もしかして何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので完全な情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。パパとママが困っているときは私も力になりたいですから。今2人が結婚したという値はシステムの不具合が起きたときに壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の二人が行うクエストで、最後まで進行させることができれば二人の絆を表す値が書き換えられるんです。結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて、値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。大丈夫ですよ。パパとママが結婚状態じゃなくても二人がラブラブなのは変わりません。そうだよね、ゆいちゃん、ありがとう。当然、やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。ふーん、面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。結婚してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？そうですね、クエストを受けるのに特に制限はなかったと思います。ならさ、私ともやってみようよ、キリカ。ずるいですよ、リズさん。私も一緒に行きますから。ちょっと、ユイちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。ことは私にもよくわからない。今までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。ううん、そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。あ、一つだけ、77層以上でもらえる杖になる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。杖になる指輪、ペアで身につけるものなんでしょうか？とりあえず上の階層を目指すしかないわね。ですね、情報は足で探すものです。シリカちゃん、はい、私も応援しています、パパ、ママ。
Yeah.